本日ですね、諮問委員会への諮問を経て、京都府、大阪府、兵庫県について、緊急事態宣言を解除することが政府対策本部により決定されました。本件といたしましては、つながりの深い近隣府県の感染状況が一定の落ち着きを見せ、緊急事態宣言が解除されたこと自体は好ましい状況にあると考えております。この間こういった状況を作り出すためにご協力いただいた方、ご尽力いただいた方、すべてに感謝をしたいと思います。一方で、緊急事態宣言が解除されたこうした府県においても感染者はまだ発生している状況でございますので、気を緩めず県として必要な対策は継続してまいります。京都府、大阪府が緊急事態宣言の対象から外れたところではありますが、本県の現状を鑑みれば、先にお示ししておりますコロナとの付き合い方滋賀プランに基づき、引き続き警戒ステージにある、この真ん中の赤の警戒ステージにあると判断しております。こうしたことから現在本県において実施しております県をまたぐ移動や接待を伴う飲食店等への外出自粛の要請、大規模イベントの開催自粛の要請、県外からの利用者が多く見込まれる琵琶湖畔、琵琶湖岸の駐車場の閉鎖等の対策は引き続き5月31日まで継続してまいります。県民の皆様には引き続きご不便をおかけすることとなりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に引き続きご協力をお願いいたします。また事業者の皆様にはいわゆる休業要請は行いませんが、業界や団体が作成しておられますガイドラインを参考に、密の防止など徹底した感染予防対策を講じていただきますようお願いをいたします。県といたしましても緊急事態措置コールセンターに新たに事業者の皆様方向けの相談窓口を設けて、お手元の資料の裏面にあると思うんですけれども、事業者の皆様が営業再開していただく上で感染防止対策を寄り添いながらご説明するなど、できる限りの支援を行ってまいります。県としても徹底した感染拡大防止対策、また医療提供体制の充実強化、経済雇用生活支援対策強化に引き続き全力で取り組んでまいります。皆様方のご協力をお願い申し上げ、私からのコメントとさせていただきます。以上です。